イングランドの作曲家。ケントのメイドストーンで生まれ、ノーホークのキンバリーで死去した。若い頃についてはほとんどわかっていないが、父は、ウェールズ出身の大工で、楽器製造職人でもあったヘンリー・ジェンキンズ。父ヘンリーは、ウォリック博夫人案2603年に雇われた、ジャック・ジェンキンズと同一人物と伝わる。 ジェンキンズの名が登場する最初の確実な資料は1634年にチャールズ一世の宮廷学団の一員としてマスク平和の勝利の上演に加わっていたというものである。1642年に新京都革命が勃発するとジェンキンズも他の多くの人々と同様に農村地域に転出を余儀なくされた。この暗黒の1640年代にジェンキンズは 王道派の二家族、ウェスト、ダーラムのダーラム家と、ハンスタントンのアルモン・レトランジェ家に、音楽教師として使える。1640年頃ジェンキンズは、伝統的な単戦成果を低戦率とする、バイオールコンソートのための、インのミネを復活させる。チスター行為で銃撃されて戦死した、作曲家のウィリアム・ローズは友人であった。 ニューワーク攻略の両陣営の激突と戦没者への哀悼、そして勝利の祝典を描いた名高い表題を音楽を作曲しており、ここにはパワーヌとガイアルドも含まれている。1650年代はケンブリッジシャー州のダドリーノース教の住み込み音楽師範になる。当時イギリスはオリバー・クロムウェルの統治する共和制を敷いており、音楽活動の競合や組織化がほとんど、 見られなかったが、アマチュアの家庭音楽向けに、70以上の組曲を作曲することができた。ジェンキンズはリュート奏者であり、リラだ、ガンバのビルトオーソでもあった。恒例のジェンキンズがリラバイオルの午前演奏をした際、チャールズ2世は、つまらない楽器に簡単させられたと皮肉な褒め言葉を賜った。ロジャーノースは次のように述べている。ジェンキンズは、 キンバリーのフィリップ・ウォードハウス教の庇護を受けて引退生活に入り、トマス・ブラウンとも出会った。音楽学者のウィリフレッド・メラーズは、ブラウン教の繊細さを思い起こさせるのは、バッハの還元学組曲第3番と第4番であるとしているが、むしろ歴史的にも、この医学者、哲学者の感受性を聴覚的に代表しているのは、ジェンキンズの音楽である。ジェンキンズ自身の人となりは、 ジェンキンズが曲付けしたジョージ・ハーバートの宗教史によって示唆されている。ハイドンのように経験で控えめな平民であった。職人らしくコツコツと作曲を続け、ノース曰くシコタマ部曲を作曲した。ジェンキンズは長年にわたって活躍した多産な作曲家であった。生涯のほとんどはウィリアム・バードからヘンリー・パーセルの時代にまでまたがっており、 イギリス音楽の大変化期の意気承人となった。ジェンキンズはバイオルコンソートのためのファンタジアの発展で知られ、1630年代にはアルフォンソ・フェル・ダ・ボスコ・ニセやトマス・ルポ、ジョン・コ・プラリオ、オーランド・ギボンズなど年配のイギリス人作曲家に影響されていた。バイオルコンソートのための4セーブ、6セーブのファンタジアをふんだんに作曲したほか、アルマンド、クーラント、 パバールを手掛け、古臭くなった、インのミネの形式に新風を吹き込んだ。ジェンキンズは、友人のウィリアム・ローザほど、実験的でなく、実のところ多くの同時代の作曲家に比べて、保守的である。ジェンキンズの作品は、官能的な叙情性や、極めて巧みな職人芸、調整と、対法の独自の用法が、特徴的である。 ジェンキンズの電気作家であるノースは次のように書いている。ジェンキンズは、ノーフォーク、キンバリーのセントピーターズ協会の新郎に、以下のような碑文と一緒に埋められた。ありがとうございます。